が、その前にノストラダムスの予言についてお話しいたしますと、お手元の1ページを、すいません、その左上です。左上のところにノストラダムスの、あの有名な予言がございます。1999年の7の月と書いてありますが、これ第7の月なんです。日本でいう7月じゃない。第7の月というのは、今の7月含めて、7月、8月、9月です。3ヶ月ぐらい、あるいは7月と9月でもいいです。だから夏です、問題は。1999年の第7の月です。空から恐怖の大砲が降ってきますと。で、この予言がノストラダムスの中で一番有名だし、それだけじゃなくて、いろんな予言がある。もういっぱいあります。で、ざーっと成就してきたって言うんですね。もう、あらゆる予言が成就してきました。そこで、ノストラダムスという人についてちょっとお話したくできませんが、ノストラダムスってどういう人かって、もちろんユダヤ人なんです。本当のユダヤ人です。アシュケナガ人じゃない、イスラエルを作ったりしたり、今のアメリカのウォールストリートでやってる、あの白人の偽のユダヤ人じゃない、本当のユダヤ人です。で、日本による古代ユダヤの血統の人と同じじゃない、同じです。だからノストラダムの顔を見ると、欧米人の顔じゃないです。それじゃあ、彼のバックは何かというと、これが問題なんです。ユダヤ教の中でも、カバラです。カバラ。神秘主義。これは危険です。だから、今言ったようにユダヤ人ですが、普通じゃない。カバラです。だから今が2000年前、イエスが、パリサイ人立法学者という当時の指導者、パリサイ人立法学者たちを、カーンと攻めたり、彼らもイエスを憎むんです。やがて十字架にもつれ込んでいきますが、そのパリサイ人立法学者たちが唱えたのが、タルムードであり、それを発展させた、カバラです。だから、今から500年ほど前、450年前のノストラダムスの家族はカバラなんです。だから、イエスが一番問題者、新約聖書の一番問題なんです。だからもうユダヤの中で もう徹底した神秘主義者だ。こういうことです。で、その男がいろんな予言をしたと言われてるんですが、全部成就したとこういうんです。それは嘘です。そこで皆さん、さっき、彼らは政治的関心を抱かないようにしてやるというのがあったんですから、皆さん、はまらないで、1999年第7の次が来ても、ごまかされないで。というのはもうその後になると、テレビやマスコミは、ノストラダムス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 やります。本当のことはどういうことかと言いますと、前に、ユダヤのことわざをここで話したこと。それは何かというと、ヤーの問題です。ヤー。よく、お正月になりまして、投資屋がありますね。こういう標的がありまして、33桁のこうやって。で、プシッ、パダン、チャン、カチャン、ポコッ。いろいろあるわけです。10本腕は真ん中に行くのはもちろんあるでしょうけど、外れたり、外に飛んだり。これは当たり前や。それは嫌ですから。だから面白いわ。だから修行するわけです。ユダヤの言葉では違う。私たちは10本腕は10本は真ん中に入る。100本打っても100本真ん中に行く。そんなことできるか。10センチ離れて普通にやってできるけど、そんなある程度の距離から打って、まあ真ん中に100本とも、10本ともいくって、ほんなバカな、思うでしょ。彼は100本やっちゃう。ここが私の彼は違うんです。発想が違うんです。さっき、ここに、皆さん見ていただきましたが、日本人の時の読み方とは違う。これ発想なんです。性の衝動ばかり求めてもと、死の衝動を知ってるものとは違うんですよ。発想の違いなんです。で、彼らは、時というものについて、この違う、矢を打つときにどうするかというと、はっきり言う、我らの違う。先に矢を打つ。後に丸か。いや、笑う人は、ユダヤ発想が分かってないということなんです。みんなそうなの。これがノストラダムス表現ですから。で、これ覚えておいたらいい。ノストラダムス表現全部当たった？そうです。先に矢を打っといて後に丸かいてますから。例えば、予言がずっとある。熱いです。そのように歴史を動かしたんですよ、彼らが。例えば、ルイ何世が、アントマネットと一緒にフランス革命に失敗して死ぬ。書いてある。その町の名前は、ヒロシン。そこに持っていって殺すわけですから。予言が成就したと今でも言ってますが、違う。そこへ、王様と妃を連れて行って、ヒロシンで殺すわけ。首に刃物が落ちてきて、ズバン！ギロチンっていうし、殺し方がある。そこからギロチンを。ノストラダムスすごい。何
600年のうちに収まることだから、ユダヤのカバラの人たちがその通りおかしいんですよ。今から例えば十数年前にフランスの大統領ドゴールの時代、5月革命でドゴールが引っ越えられるんですよ。ちょうど今皆さん僕と同じ年齢の人覚えていらっしゃると思いますが、学生たちが全部赤いバラを持ってたんです。赤いバラがシンボルでした。ノストルダムスの予言の通りだ、ノストルダムスは何百年のうちのようにフランスで革命を起きた時にみんな赤いバラを持ったろうと言った。違う、さっき矢を振ったら止まるやん。みんなに赤いバラを配った。そしてユダヤは言う、だからノストルダムスの予言が成就した、騙されたらダメだよ。これがノストルダムスなんです。だからずっと彼らはそのようにやってきて、今言った嫌な話恋にやって2番、450年やってきて何を目指してたんや。1990年第7の月、これを目指して、だからカバラの狂ったような悪魔のような宗教、その連中は1999年第7の月を目指してやってきたんです。だから何か起きる、絶対もう大変化が起きるはずです。どういう変化や、核戦争があるその前と思います。核でないかもわかりませんが、大変化を。そういう時に恐怖の対応、恐怖の対応でないやーって言ってます。日本でベストセラーだった小島さんが、小島勉さんが、小島勉さんというんですか、ノストルダムスを書いた人は、私はノストルダムスがおった修道院の行って、修道院で伝えられている恐怖の対応は誰かというのを聞いた。それはイエス・キリストの再臨だと言った。嘘です。聖書の中にイエス・キリストの再臨、この地震は今詳しく言う時間はありませんが、いつか言いますが、イエス・キリストの再臨はその日その時は誰も知らない、ただ神のみが知ると書いてあるんです。ノストルダムスが知ってるはずがない、だから嘘なんです。じゃあ何が出てくるんや。キリストと反対です。救世主の反対、世界支配をするもの、世界の王、それを彼らはずっと用意してきて用意してきて、1999年7月にポッと登場させるんです。反キリストともいい、あるいは偽キリストともいい、世界の偽救世主。だからそれが登場する前はもうダーッと変化されます。で、人の姿がうわー助けてくれーという状態になった時に、それがボンと出てきて世界平和に、するとみんなはそれをひれ伏して平和だ無事だと、そういう演出をするはずです。だから今年の夏は大変なことですよ。そう読んだらいい、これを知らなかったらほんまにそれが世界の救世主みたいに思いますが、そうじゃないです。演出していくんですから、みんな演出してやってきたんですから。これは第二の問題です。1999年読むにあたって騙されないでください。いいですね。僕は特に古代ユダヤの人たちが日本におるって何回も言ってきた。古代ユダヤの人たちはこれからの数年間のものすごい変化の中を取っていくんです。こういうカバラのユダヤ人たちが一番嫌いなのは旧約聖書そのものなんです。彼らを曲げてひん曲げて読むわけです。だからイエスと対立した。旧約聖書の中に世界に通用する言葉、古代ユダヤの子孫は必ず世界の終わりに必ずもう一度出てくる、隠されてるわけです。僕は島国日本におると言ってる。日本人が全部古代ユダヤ人じゃないですよ、その子孫じゃないです。ある人たちはそうだ、それが登場する。だからそこなんか取っていくわけです。だから自分は古代ユダヤの子孫だという人たちは特に騙されないようにしてください。先のことを言っとく。最近若い人で雅楽やってる人が陶器という人、陶器、すいません、テレビを、これははっきり私はユダヤの人です。分かってる人多いですよ、もうある人は分かりません。だから能楽の世阿弥なんかもそうだと言って毎度お話申し上げた、おるわけです。皆さんの中にも気がつかないけどたくさんおるはずですよ。そういう人たちはそういう中を通っていくわけですから、特に騙されないようにしてた。そこでどういうことが直前に起きるのかということですが、ノストラダムス予言の前が長中の問題です。ちょっとこれをお話しいたします。こちらの方に表を用意していただきました。